はい、どうもキャッシーと申します。本日は音切り姿のない住人というフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。こちら、まあ、いわゆる鬼ごっこをしながら鍵を集めて脱出をするというゲームになります。全部で5章ありまして、だいたい1時間ぐらいで終わるゲームとのことです。ということで早速やっていきたいと思います。警告、ちゃんと警告してくれるんだ。はい、もしもし、の俺の声が聞こえてるのか。その声、西田なのか、ちはやふる、まさかあの屋敷の中にいるのか。ここから出られないんだ。恐ろしい、こっちへ来てくれないか。わかった、心配するな、すぐに行くから。俺の住む町には昔からの言い伝えというより一種の階段のようなものがあった。山奥に佇む一軒の屋敷、そこには姿のない住人がいるというのだ。それらは精神状態が弱っている人ほど見えるようになる。完全に精神崩壊すると姿のない住人に引き込まれるというものだ。もちろんそんなバカみたいな話は子供しか信じていなかったけれど、5年ほど前にその屋敷に住んでいた画家の男とその幼い娘が行方不明になってからは近づかないようにしていた。そんな時友人の西田から電話がかかってきたのだ。精神病を患っていた彼も屋敷へ向かう姿を目撃されて以来1ヶ月ほど行方が分からなくなっていた。彼の居場所が分かった以上そこへ向かわないわけにはいかなかった。なるほど。おうおうおお、これで走るのね。特に体力ゲージみたいなのがあるわけではないと。ははは。こっちでいいのかな。とりあえず目的としては、友人の肉まんくんを、助けに、あれ右止まりだ、行くっていうのが目的なのかな。うるせえな。あ、こっから、ん、ここからでいいのかな。ほう、暗いな、施錠されているようだ。ん、こういうの別に、ああジャンプ、あ勝手に開いた。施錠されているようだ。これは、おお、開いた開いた、びっくりした。うん、息遣い荒いな。あと若干ちょっとマウス感度上げた方が良かったかもしれないな。赤いランプ、赤い鍵が必要だ。あ、これが探す必要があるやつなのかな。施錠されているようだ。なんか施錠されているようだっていう部屋はなんか入れないらしいですね。ん？
古い日記、昔ここに住んでいた画家の男のもののようだ。この家に住み始めてもう1ヶ月が経過する。これだけ広い屋敷であるが、値段は驚くほど安かった。周りの人たちはこの屋敷を心霊物件などと噂しているが、私も5歳になる娘もそれらしき気配は一切感じていない。やはり噂は噂なのだ。何も心配する必要はない。めっちゃフラグ立ててるやん。これが行方不明になったっていうその親子か。なんかピチョ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 、なんだ、水の音が聞こえるんだよな。ていうか結構暗いな。これは台所？ん？絵がある。なんかテレビだけやけにあれだな。近代的だな。施錠されている。階段がある。なんか開かないのか、そこは。なんかいたずらされた障子みたいな感じになってるけど。板が打ち込まれている。バールか何かが必要。バールのようなもの、バールのようなものが必要だと。じゃあ2階上の階からそのバールのようなものを取ってくればいいってことなのかな。こっちか。なんだ、赤い鍵を手に入れた。調べる。古い日記に高熱を出したことを境に娘の様子がおかしくなった。夜になると地下室へ行って一人で話し始めるのだ。気になって何と話しているか尋ねてみるが、なぜか答えたがらない。不気味に思い地下室への扉を封鎖し、娘をできるだけ地下室から遠ざけようとするも、娘は隙を見ては地下室への扉の前へ行き、また一人で会話を始める。一晩中扉の前で話していることもあった。まさか本当に姿のない住人がいとでも言うのか。だいたいこういうのって娘から、なんかその親子ってなるとね、娘さんとかそういう方からなんかおかしくなったり、妻と2人とかだとね、奥さんの方が先にみたいな。これで赤い鍵手に入れたから、赤い鍵が必要だって言ってたところにとりあえず行けばいいのかな。何なんか俺見逃した？大事なホラー演出を見逃してしまったかな。どこだったっけ。赤い鍵の部屋、ここか。絵が、怖っ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い映画。古い日記さん、娘がとうとう姿を消した。まるで神隠しであったかのように何の痕跡もなく消えてしまったのだ。しかし私にはそれが姿のない住人の仕業であると確信していた。行方不明になる直前、娘には姿のない住人が見えていたのだ。
おお、いなくなっちゃったのね。ん？あれ？あ、まだ奥があるのか。ん？ああ、そっかそっか、画家だから絵がこんなにたくさんあるのか。ない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 、めっちゃ怖い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 。ちょっと待って、まずあ調べらんなくなった調べらんなくなった。どうした？はい、古い日記4、娘が消えてから約3週間、体は急激に痩せ、歩くのがやっとの状態になってしまった。そんな時だ、地下から異常なほどの笑い声が聞こえてるようになったのだ。聞こえるようになったのだ。今聞こえてるやつか、もしかして。きっと私の精神も崩壊しつつあるんだろう。いつしかその姿もはっきりと見えるようになってしまった。よかった、これで私も娘の後を追える。よかねえよ。めっちゃこれ笑い声なのか。取った、これで。めっちゃうるせえな、これで。じゃあ、あの封印されていた場所、ホワオ、え、閉まった、自動ドア、あれ、こっちじゃないんだっけ。こっち、こっちか。あ、いや、引っかかってる引っかかってる。場所を覚えてないんだよな。こっちだったっけ、違うな、あれどこだったっけ。戻っちゃっていいんだっけ、あれどの辺だったっけ。ん、こんな雰囲気だったっけ。そもそもあれ閉まってる、あれちょっと待って、迷子になった。あれ？でも他行く場所あった？これだってあのやかましいとこでしょ？こっち閉まってるじゃん。あ、こっち？だんだん声がち、なんかね、近くなってる感あるけど。はっ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 は！ない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 。なんかいたぞ。めっちゃ音小さくなって、ね、近くなっとるけど。よっよっ。これで。はい、2章、じゃあ今まで1章クリアかな。あ、さっきの封印されたところを通ってきたってことね。まあ大体このね、1章プロローグで2章からスタートって感じなんだろうね、きっと。誰誰、なんかいるぞ、誰か歩いてんぞ、なんか誰か歩いて、え、何これ、なんか影が、影が、なんだ、別に何かあるわけではないのか。あ、でも頭がない。あとなんだ、なんか誰か歩いてんだけど、ん、よっ、
ええ、なんか動いてる。あ、なんか鳴いてる。な、なになに、なになになに、音めっちゃ近くなった。怖い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 。なんかめっちゃ 耳元で喋ってくるんだけど、超怖い。そしてお前は何だ。え、何、何の音、何の音。あ、折っちゃった。なんだこのキュインキュインって音は。え、なに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 、お前なに、お前なに、お前なに、お前。あ、あれ、あれが追いかけっこ相手。っていうことはさっき発狂したやつはあれか、おびき寄せる系か。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なるほどね、理解した、理解したけど、追いかけっこしながらここうまく渡れないんだけど。あー、落ちちゃった、また。めっちゃ落とし替え、めっちゃ落とし替え、めっちゃ落とし替え。アウトの心肺停止を確認しました。いや、俺の心肺も停止するわ。あー、どっからも始められるのね。なるほどね。マジか。思ってたより怖いな。ちょっと待ってよ。けどよく見えなかったけど、あの先なんかあったように見えたよね。なんかあったように見えたよね。っていうことは行かなきゃいけないんだろうな、どっちにしても。けどあの、これ、って言ってるのはこのなんかよく見えないやつらなのかな。とりあえずさっきのところ行こう。なんかめっちゃ音近くて嫌なんだけど。やばい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 。あ、また折った。は、来た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 。え、これさ、どうやって振り切ればいいのこれ。振り切りの条件は何。ちょっと待って、一旦逃げるか。追いかけっこしながらだと困るから、一旦、え、何、手がある。おお、こっち来た、こっち来た。ちょっと待って、なんか障子も邪魔。ぴょんと。怖い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 。どうやって巻けばいいんだ。あ、こっち来て大丈夫か。どうやって隠れるの。あ、え、ちょっと行き止まりじゃないのこれ。終わったうっせうっせ。え、ちょっと待って、うん、追いかけっこするのはいいんだけど、どうやって振り切ればいいんだろう。振り切るという概念がそもそもあるのかな。くー、難しい。これは難しい。走るのがいけないとか。あー、あー、なるほどね。3色の鍵を全部見つけてここに戻ってこいと。そういうことな。めっちゃ不気味なんだよな、ここ。こいつら大丈夫なの。施錠されているようだ。見つかった？いや、トイレじゃん。
ちょっと待って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 。え？おおおお、なになになに、ちょっと待って、今音楽なくなったじゃん。音楽なくなったから今消えたのかと思ったのに普通についてきとるやんけ。いや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 、どうするのが正解なんだろうな。けど敵があそこで騒いだっていうことは多分向こう側にあるんだろうな、きっと。一個はね。されてて、手首があるとかだよね。髪がある。あ、ここ、ああ、そこぐるっと回ってんのか。なるほどな。ここ行き止まりのとこだよな。特になんかあるわけではないと。とりあえずあいつが発狂しない限りやつは来ないのかな。おおおお、え、普通に来るじゃん。いや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 、またこれ行き止まりですよ。もう、基本やっぱりあれだな、音、歩いてくる音がやっぱりやつの場所を指し示している。あの歩いてる音をやっぱり気にしながら移動しないとダメなのかな。この方向、ここなんかあんのかな。あるようには見えないんだよな。音が聞こえんな。は？何で見つかったの？ごめんごめんごめん、何で見つかったのかわからない。俺は何見つかったの？隠れてたじゃん。いや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 、走らなければ逃げられんのかな。これ後ろ見るとかないのかな。あ、鍵が。とりあえず1個は見つけた。もしかしてこれずっと追いかけっこしながらなんとかしなきゃいけないのか、そういう系か。一回見つかったらもう基本追いかけっこっていうこと。あ、やばいやばいやばい。どうすっかな。でも一個まだ見つけてねえんだよな。これさっき行った場所でしょ。これトイレだよな。お前お前ちょっと待って、おい、テーブルの上乗ってくんの？マジか。あそこで巻いてやろうと思ったのに嘘でしょ。テーブルの上に乗ってくんの？例えば緑色の鍵の場所は分かった。で、残り2つで1個はあの橋なんだ、微妙な平均台だか平均棒だかを渡っていく、あの細い道渡っていくところに多分1個はあると思う。問題はもう1個はどこ。早い早い、見つかるのが。
マジでこれどうやって逃げ切る人やれば逃げ切れるんだろう。あーダメだ、ここ下手くそすぎて折っちゃう、下手くそすぎて折っちゃうんです。どうすっかな。とりあえず緑の鍵のところに、こっちかな多分あるとしたら、なんかそんな気がするな。とりあえず緑の鍵のところに行って、緑の鍵のところ負けるようにはなってるから、多分頑張って巻いてなんとかしろっていう感じなんだろうな、きっと。さて来い来い。ここはちゃんとあれなんだな、避けてやってくれんだな。よいしょ。で今度は慎重に慎重に OK、 青の鍵、あとは赤の鍵かな。ここで巻きたいんだけど、これもショートカットしてこないでね。ショートカットはやめてよ。よいしょい。さああとは赤の鍵なんだけど、あの障子のところだよね、可能性があるとしたら。どこだったっけ、ここか多分。このあった、ちょっと待って、あーやばい、やばい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 、よいしょ。あーここじゃない、しまった。あー引っかかった、助けて助けて、ここだここだよ、助けて。3つ揃ってるよね、よし。怖え、このゲーム怖えよ。あーまあ今回はここまでにしとこうかな。さらっと見ておく。あー読み物があってって感じなのね。まあいっか、ここまでにしときましょう。はい、ということで、今回おとぎりここまでにしておきたいと思います。次回の動画を見ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。